YouTube アカデミアへようこそ。さあ、本日も早速参りましょう。とその前にチャンネル登録と高評価、コメント、通知設定のオン、よろしくお願いします。はじめに当チャンネルは中立的な立場で発信しています。また、本コンテンツは事実をベースに作成しています。事実と感想を分けて発信していますのでよろしくお願いいたします。では改めまして、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今日は山田敏弘司著書の、死体格差異常死17万人の衝撃ついて解説していくよ。今日は異常死17万人の解説か。しかし、異常死というが普通の亡くなり方と一体何が違うんだ？それに異常死17万人というのは、かなり多いよな。そう思うわよね。それに、この不可解な異常死の未だしっかりとした究明がなされていないのよ。だから死因究明の現状について知ってほしいの。了解だ。なら知っておかないといけないな。それじゃあ、早速教えてくれよ、霊夢。わかったわ。早速、解説を始めるわね。それじゃあゆっくりしていってね。それで何から教えてくれるんだ？まず2020年に入ってから日本で何人亡くなったかって話を先にしていくわ。2020年といえば去年か。去年は新型コロナウイルスが一気に流行した時期だったよな。その通りよ。去年の初めの頃はまだ新型コロナに対する対策が曖昧だったから、しっかりとした対応がなされていなかったのよね。それで2020年度に日本で亡くなった人数なんだけど、恐ろしいことに138万人も亡くなっているの。そんなに。あまりに多すぎて驚いてしまったぜ。まあ、そうでしょうね。でも最大の問題は亡くなった138万人の中に病院以外で亡くなったとされる17万人が入っていることなのよ。病院以外ってことは、つまり自宅とかで亡くなって、後で家族に発見されたってことなのか？もちろんそれも含まれるけど、それだけじゃないわ。その中には一人暮らしの高齢の方の孤独死や路上で亡くなったという人も含まれているわ。そう、なのか。ところで病院以外で亡くなると、何か問題なのか？かなり問題ね。病院での診療の過程で病院内で亡くなった場合は医師が看取ることとなり、死因が明確だから普通の死という扱いになるのだけど、病院外で亡くなった場合は死因が何なのか不明な状態なので異常死という扱いになるのよ。へから、知らなかったぜ。ところで普通の死と異常死の違いって、それだけか？もちろんそれだけじゃないわよ。異常死の場合は普通の死と異なり医師の管轄ではなく警察の管轄になるわ。警察だって。なんで、そんなことになっちまうんだ？亡くなったという点に関しては、全く同じなのに。それはね、原因不明の死因には何かしらの事件に関与している可能性があるからなの。ちなみに異常死と判断された場合は、その死因を特定するために検視解剖をされてしまうわ。解剖か。嫌な話だぜ。確かに解剖って嫌な話題よね。でも、これはそのご遺体が事件に関与しているかどうかを調べるものだから、やはり必要な行いなのよ。でも2020年度はそうではなかったわ。それは一体どういうことなんだ？実はね、2020年になって新型コロナが流行してから異常死で発見されたご遺体は、保健所などで一旦 PCR 検査を受けることになるんだけど、もしそれで陽性だった場合、新型コロナで亡くなったと断定され、死因を特定するための検視解剖は行われないの。要するにその方が犯罪などで亡くなった可能性があったとしても、その可能性を見逃すってことだな。確かにそれは大問題だぜ。そういうことね。なら次は日本法医学会の定める異常死の定義について話していくわ。それで日本法医学会の定める異常死は一体どういったものなんだ？そうね。日本法医学会の異常死ガイドラインによる異常死と定められるものの一つ目が外因による死亡になるわね。外因による死亡か。具体的には、どういった範囲になるんだ？自ら命を絶った可能性のあるもの、他者に命を奪われた可能性のあるもの、事故で亡くなったもの、などの死因が外因による死亡に属しているわ。なるほどな。それで他にはどんな状態が異常死に挙げられるんだよ？二つ目は外因による障害の続発症ね。外因による障害の続発症かから。なんかまた意味がよくわからない専門用語が出てきたな。それで内容の方はどういったものなんだ？外因による障害の続発症というのは事故などの後に、発生する疾患や後遺障害が死亡原因の可能性があるものね。また診療行為に関連した予期しない死亡及びその疑いがあるものや、死因が明らかではないものも異常死に含まれるわ。要するに医師が直接関与していないもので、死因が特定できないもの全般が異常死になるわけだな。まあ、そういうことね。ちなみに病院外で遺体が発見された場合、基本的に発見した人は警察に通報するんだけど、その理由はさっき説明した通り、明確な死因が判明していないからなの。要するに死因がわからないだけでなく、事件性がある可能性もあるからだろ。しかし、そうなるとやはり、死因の究明がずさんだと感じてしまうよな。コロナの陽性反応があった場合、死因をコロナによるものだと断定して、他の可能性はスルーするってことだろ？これは絶対におかしいと思うぜ。私もそう思うわ。もし、そこに事件性があったとしても、あえて、その可能性を無視しているように見えるものね。そこなんだよ。
なんかまるで臭いものに蓋をしてるみたいだよな。まったく、なんで新型コロナの陽性反応があった人の死因は究明されていないんだか。了解よ。なら次は、なぜ死者の死因が究明されていないのか、その現状と理由について話していくわね。それで、なんで死因が究明されていないんだ？ええ、それはこれから話していくわ。ただ、それを知ってもらうためにまずは最初に日本とアメリカの死因究明制度の違いについて話していくわね。死因究明制度は日本とアメリカで異なるのか？それは初耳だな。ええ、実は日本と異なり、アメリカは徹底した遺体の死因究明をするために独立した検視局という役所が存在しているわ。要するに死に関する物事を担当する役所ってことか？ええ、そうなるわ。具体的には死因を調べたり、検視解剖を行ったり、死亡診断書を出すなどがこの役所の業務になるわね。もっともこの制度は各州により多少、異なるみたいよ。なるほどな。つまり、アメリカでは死因を究明するための検視局が存在しているから日本のように警察側で遺体を引き取った後、保健所などに遺体をたらい回しにすることもないわけだな。ええ、それでアメリカの死因究明制度の具体的に言うと2種類あるわね。一つ目はコロナー制度よ。なんだよ、コロナーって？コロナーというのは検視官のことね。ちなみにコロナーは選挙などで選ばれるため、医師でないことが多いみたいなの。それでコロナーが介入するが明確な病死などの理由以外で人が亡くなった時になるわ。そして、そうなった場合はコロナーの指示のもとで遺体の死因究明が行われるのよ。そうなのか。それでもう一種類というのは、一体どんな死因究明制度なんだ？もう一つの方はね、メディカルイグザミナー制度になるわね。またもや聞き慣れない専門用語来たな。で、メディカルイグザミナーってのは一体何なんだ？メディカルイグザミナーというのは法医学者である観察医のことよ。ちなみにメディカルイグザミナーの場合は解剖を専門とする法医学の医師になるわ。またメディカルイグザミナーの人たちの中には死因の究明を徹底的に行うために、日本の検視官のように遺体発見現場に赴いて自ら調査する方もいるみたいよ。それと州によってはコロナー制度とメディカルイグザミナー制度を合わせたような制度を用いているところもあるみたいね。なるほど、なるほど。それで他の国はどうなってるんだ？フィンランドの場合は行政上の各区域ごとに死因究明機関が存在していて、それぞれの機関で数名の法医学者を雇い専属で異常死体の死因究明を行っているわ。またイギリスでもコロナー制度が導入されていて、異常死体の死因を徹底究明できる体制になっているわね。そうなのかから。何か各国の死因究明体制の話を聞くと日本の異常死体に対する死因究明体制がかなり脆弱に感じるな。確かにそうかも。実際、日本の死因究明体制は世界的に見ても、かなり遅れていると言われているわ。そして、異常死体に対する死因が究明されない理由の一因が専属の死因究明機関が存在していないことね。あから、なんか少し理解できたぜ。専属の死因究明機関がないってことは、原因究明のための行いが全て雑になってしまうものな。ええ、そうなるでしょうよ。専属の死因究明機関じゃないから PCR 検査を受けさせるために保健所などに依頼して個別に検査しなければならないものね。そして、その結果、迅速な異常死体の死因究明ができなくなってしまうの。ああ、確かに各作業が別々になると余分な手間などが増え、迅速な対応なんてできないものな。でも原因が究明されない要因というか、可能性が他にもあるのよね。それは一体どんなものなんだ？それはね、もし事件絡みだった場合、発見した証拠が警察側にとって好ましくないものなら破結果、死因究明はなされないという可能性よ。それはつまり隠蔽って話か？ええ、その通りね。これは他の国の話になるのだけど、コロナー制度やメディカルイグザミナー制度を用いる理由は、死因究明を行い出てきた証拠が警察側にとって不利益なものの場合、もみ消される可能性があるからよ。当然そうなったら伝えられなければならない真実が闇に葬り去られてしまうわよね。だから、この制度が発足されたみたいよ。なるほどな。まさか、死因究明機関の発足にそんな理由があったとは思わなかったぜ。ええ、必要ゆえに存在する。まあ、そういうことね。それでは今までのことを踏まえ、日本における独立した死因究明制度の必要性について話していくことにするわ。ああ、確かに今までの状況を考えると、日本にも他国のような死因究明制度は必要のように思えてくるぜ。私も同じ意見よ、マリサ。さっき他国の死因究明制度が発足された理由について話したけど、これは日本でも十分にあり得る可能性だものね。確かにそうだな。絶対にないとは言えないぜ。ええ、その通りよ。現在、新型コロナウイルス感染症により、日本の死因究明の脆弱さが浮き彫りになってしまっているしね。日本の死因究明の脆弱さは浮き彫りになったって、それは一体どういうことなんだよ、霊夢？実は日本の死因究明制度は3つの省庁によって管理されているの。そして、それが原因で日本の死因究明制度は脆弱なのよ。へから、それで3つの省庁って何なんだ？まず1つは警察ね。事件性があるものは警察庁によって管理されているわ。そして、2つ目は厚生労働省。厚生労働省は犯罪性のない死因解剖などを取り仕切っているの。
それで三つ目は文部科学省ね。ここには司法解剖や法医解剖の執刀医師が所属しているわ。なんなんだよ、この面倒くさい状況は。どこが異常死体の死因究明を取り仕切っているのかわからないぜ。理解したみたいね。つまり、まとまりがないことが日本の死因究明が脆弱たるゆえんなのよ。そして、その結果、2020年代に新型コロナの影響で多くの死者が出て対応が追いつかず、死因究明の現場はただただ混乱していたの。また、これは日本の警察のあり方にも問題があったみたいよ。え、日本の警察はそんなにひどいのか？うん、実はね、警察側の死因究明は警察医という警察に協力する地元の海洋医など一任されているんだけど、この医師が大した死因究明も行わぬまま死因を推測で決めてしまっているの現状があるのよ。そして、その結果、日本は他国に比べて死因究明の分野において、とてつもない遅れを生じさせているわ。確かに、こんなまとまりのない状況で正確な死因の究明なんて、できるはずもないよな。そうでしょ？だから日本にも他の国のような独立した死因究明制度の確立が急務なのよ。しかし、日本の死因究明の現場がここまで、ずさんな状況だとは思ってもみなかったぜ。でもそれは当然のことね。だって、これは私たちには見えない裏側の状況だから。そして、それゆえに著者である山田俊博氏はこの死因究明の現状に死体格差が生じていると言っているわ。要するに、この格差とは死因究明制度のことなのよ。やっと意味が理解できたよ。確かに他国のように徹底した死因究明制度でなければ、本当の死因なんてわからないぜ。こんな状況だと、どうやったって危機感しか感じないよな。そう、だからこそ独立した死因究明制度が日本に必要だと山田俊博氏は著書で訴えているの。何より間違った死因究明は、亡くなった人たちの人権を侵害してしまうことになるしね。亡くなった人たちの人権は絶対に守られねばならないわ。同感だぜ。やはり一刻も早く、独立した死因究明制度を確立しなければならないよな。では、今日はここまで。また次回の動画で会おうね。